皆さんこんにちは、ザッピーです。今回は、ちょっと自分がですね、最近見ていておやおやと思ったことを、感想をつべこべ喋るだけという内容です。中身は全く新しいことはありません。それでもよろしければご覧いただくということにしてください。何かというと、ビートルズが初めてレコーディングした曲ですね、In Spite of All the Danger っていう曲がありますよね。アンソロジー1に入っていた曲ですけれども、当然ほとんどのファンはですね、そのアンソロジーが出るまでこの曲の存在というのは聞いたことはあっても、実際にあのレコードとして音楽として聞いたことはなかったんじゃないかというふうに思います。僕は少なくともそうでした。中にはね、事前に曲としても知っていた方もいるかと思うんですけれども、で、もっと言うとですね、今までというかつい最近までその曲を聞いたことはあったとしても、どんな流れがその曲の中に、その曲の裏側にあるのかというのは僕は全く知らなかったんですね。で、最近ちょっとね、読んでいたものの中に、そのバックグラウンドというのが書いてあったりして、とても特にジョン・レノンのことをですね、考えてしまうような情報でもあったので、今日はその自分がね、考えたことを勝手にこう記録する意味で動画にしたいというふうに思っております。この曲はですね、1958年の7月14日に録音されたらしいんですね。1958年ですから、おそらくジョン・レノンはもう17歳かな、もうすぐ18歳ぐらいでしょうかね、その頃だと思います。で、ジョンとポールはこれから約1年ほど先ですね、1957年の7月に確か、出会ってるわけですから、1年後ぐらいにこの初めてのねレコーディングをしたということですね。で、その間にジョージ・ハリスンも参加してきて、レコーディングに加わっているということのようですので、とてもこう凝縮した1年間だったんだなというふうに思います。ビートルズが形になったことで、だんだんこうみんながね、加速するように何かやってみたいっていう気持ちになってきたんでしょうね。一人だったらなかなかできないけれども、やっぱり才能のある連中がこうやって集まってきたからこそできたんでしょうね。正直なところこの曲そのものは、ちょっとあえて言えばですね、ビートルズとしてみればとてもまだまだ未熟な曲じゃないかとは僕は思います。やっぱり初めてね、レコーディングしたというか自分たちで作った曲なので、まだまだ完成度は、高くはないですし、ビートルズの他の曲と比べると、いい曲か悪い曲かではなくて、印象としてはとてもまだまだ薄いというふうに僕も思います。やっぱり最初からそんないい曲は作れないとも思うんですけれども、だけどあえてまた言えばですね、ポール・マッカートニーはこれ以前にもですね、When I'm 64とか I'll Follow the Sun なんか作ってるんですよね。なので、おそらくジョンにしてもポールにしても、いい曲はそこそこ書いていたと思うんですよね、作ってたと思うんですけれども、なぜこの曲を選んだのかは不明です。ポールのインタビューをね、どっかでこう読んだことがあるんですけれども、その頃はまだまだ自分たちではうまく曲ができなかったと、他のは全部ダメで、これが唯一、使えた曲だったみたいに言ってるんですけれども、で、もう一つですね、ジョン・レノンのとても大きな出来事っていうのが隠れてるわけなんですよ。何かというと、この曲1958年の7月14日に作られてるわけですけれども、この翌日ですね、7月15日にジョン・レノンのお母さんがジョン・レノンが見ている目の前で車にはねられて亡くなるわけですね。せっかく自分たちが初めて作った曲というのがあって、思いっきり盛り上がってる段階じゃないですか。で、それがほんの1日後にはですね、全てがこう取り消されてしまうというか、ジョン・レノンがこういった風に崖から落ちてしまったような、人生のね、タイミングというのがこの曲にあったんだなっていうふうには、気がついたわけなんですね。
嬉しくてしょうがない時のなのに、一番悲しい出来事が次の日にやってきてしまうわけですね。まあもちろんこの曲が世に出たのはアンソロジーで出たわけですので、ジョン・レノンはまあ当に亡くなってしまっていたわけですね。おそらくまあジョン・レノンはですね、この曲を何度も何度も聴くということはなかったんじゃないでしょうかね。まあ実際にお母さんが亡くなる前日に録音したわけですので、出来上がってきたそのレコード版というのは、当日に出来上がったのかどうか分かりませんけれども、まあ、もしかしたら数日後にビートルズは手にしたのかもしれませんよね、レコード版という形で。まあ、なのでお母さんが亡くなった後も当然聞いてはいたでしょうけれども、まあ、タイミングがほとんど同じくして出来上がった作品であるわけですから、おそらくジョン・レノンはこの曲を、まあ、人生においてはですね、ほとんど振り返ることなく聞くことなく終わったんじゃないかなとすら思いますね。まあ、そう考えるとアンソロジーで出てきたというのは、まあポール・ジョージにとってはですね、まあジョン・レノンに何かしらこう捧げる意味も大きかったんじゃないかなと思います。まあジョン・レノンが人生で一番辛い時期を送ってしまった時の曲であるということを、まあポールとジョージは絶対知ってたわけでしょうね。まあ忘れているわけもないでしょうから、なのでここ最近ですね、僕もこの曲に対しては、そういう意味で、ちょっとね聴く時の感覚が変わってしまいましたね。まあジョン・レノンにとってはとても人生のこうねターニングポイントになったような曲だったんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、失礼します。